地方施設に存在する巨大な貨物駅。驚くのはその大きさだけではなく、遠く離れた鉱山から石灰石を輸送する驚愕の設備、そして路線図にない支線と山奥に続く謎の線路。2つの線路は一体どこにつながっているのか。皆さんこんにちは、鉄尾です。今回は路線図にない支線と山奥に続く謎の線路を探索する旅後編です。それでは今回もよろしくお願いします。前回の動画では東武熊谷線の廃線や部品取り用車両、そして大麻生駅の側線を見学しました。旅の再開はここ大麻生駅からです。この駅から電車に乗って次の駅に向かいましょう。大麻生駅の一つお隣、明戸駅を出てしばらくすると進行方向右側から別な線路が合流してきました。これこそが秩父鉄道が運行する唯一の支線であり、路線図にない支線でもあります。この線路は一体どこにつながっているんでしょうか。電車を降りて線路をたどってみましょう。大麻生駅から2つ先の竹川駅に降りました。この駅は秩父鉄道が運行する本線の他に路線図にない支線、三ヶ尻線という路線の終点駅にもなっています。この駅は一面二線の島式ホームになっており、上下列車の交換が可能です。そしてその隣にはもう一つ舗装がされていないホームがあり、ホームに面する線路には貨車が止まっています。奥のホームは貨物用に設けられたものなんでしょうか。よく見ると貨車が止まっている線路の向こう側にもさらに線路が敷かれています。さすがは支線の終点駅ということもあり、駅構内には多数の側線が敷かれています。貨車が止まっているホームには色あせた駅名板があり、そこに書かれている前後の駅名は本線のもの。おそらくこのホームは貨物用に設けられたものではなく、かつては旅客用として使われていたものかと思われます。過去の航空写真で調べると、この駅1970年代までは今使われている旅客ホームは存在しておらず、1980年代に増設されてできたもののようです。そしてそれまで使われていたのが現在使われていないあのホームだったようです。かつての旅客ホームには通常は立ち入ることはできませんが、関係者用また臨時用として構内通路は残されています。実際数年前に車両故障が発生した際には旧ホームが使用されたことがありました。ここに停まっている貨車は置き譜100型という車掌車のついた車両を最後尾にして、車掌車のない置き譜100型が連なっています。秩父鉄道では石灰石を中心とした貨物輸送が現在も盛んに行われ、沿線にある太平洋セメントの工場3カ所を結びます。駅を出てこの駅から伸びる路線図にない支線、三ヶ尻線の沿線を歩いて終端部に何があるのか見に行きましょう。この駅もまたとてもレトロな雰囲気が残っています。定期券ははっきりとお見せくださいと書かれた案内板も、 IC カードが導入された今ではその存在意義が薄れつつあります。随所に駅名が追記された運賃表からはとても年季を感じられます。2018年に開業した深谷花園駅はもちろん、1981年に開業した西羽生駅まで追記になっているところを見ると、40年以上前に設置された運賃表だということがわかります。当時の路線図に高輪ゲートウェイ駅は影も形もありません。駅の近くの跨線橋から竹川駅の側線を見ると、ホーム脇に止まっていた貨車の向こう側に大量の電気機関車が留置されていました。竹川駅には電気機関車の研修庫が設けられており、電気機関車運行場の拠点にもなっています。今回は2回に分けて取材をしていますが、どうやらこの時は貨物列車が運休になっていたようで、多くの機関車がここに集まっていました。太平洋セメントでは毎年春頃に工場のメンテナンスが行われ、その時期は秩父鉄道の貨物列車も運休となります。貨物列車が運行されていないのは残念ですが、こうした光景が見られるのもこの時期ならではのことです。秩父鉄道には電気機関車が15両ほど、貨車が100両以上在籍しています。セメント輸送や石炭輸送は廃止となってしまいましたが、この路線の貨物輸送の存在感は今も衰えません。そしてこの路線の貨物輸送に欠かせない存在なのが、
これから探索する三ヶ尻線です。竹川駅の三峰口方にある踏切にやってきました。踏切からは竹川駅の構内が見えます。本線と三ヶ尻線は竹川駅で合流した後、三峰口方向で再び単線となります。この先は三ヶ尻線からの列車も加わり、単線ながら本線の列車運行密度はより一層高くなります。今度は竹川駅の熊谷方にやってきました。ここから三ヶ尻線の沿線を歩いて線路の終端部まで行ってみましょう。竹川駅からは熊谷方面に3本の線路が伸びています。一番手前の線路が三ヶ尻線、真ん中が引き上げ線、そして一番奥の線路が本線です。三ヶ尻線と本線は熊谷方向に約1キロほど並行して線路が敷かれています。三ヶ尻線は1979年に開業した路線ですが、実は線路自体は1960年代から敷かれ、車両が行き交っていました。一体どんな歴史を持つ路線なんでしょうか。竹川駅から3つ目の踏切の先で引き上げ線が途切れ、この先は三ヶ尻線と本線だけが続いています。ここには三ヶ尻線の3キロポストが設置されています。この先まだ3キロほど線路が続きます。現在この路線は 3.9 キロの路線ですが、かつては 7.6 キロという倍近い距離がありました。残りの半分は今どうなっているんでしょうか。竹川駅から見て4つ目の踏切にやってきました。踏切から線路を見ると、ここまで並行していた2本の線路はここで分かれています。右側のまっすぐ伸びている線路が本線、左側のカーブしている線路が三ヶ尻線です。路線図にない三ヶ尻線は通常は一般客が乗車できない路線です。普段あまり目にすることのない三ヶ尻線、この先は一体どうなっているんでしょうか。本線と分かれた三ヶ尻線はその先も単線で続いています。正面には三ヶ尻線単独の踏切が見えてきました。この踏切は T 字路の突き当たりにあるため、警報器の警報灯が正面左右と合計6個もついています。このような設置方法は以前はよく見られましたが、最近は全方位警報灯が増えたため徐々に見られなくなりつつあります。線路はその先も緩やかにカーブし、本線とは大きく離れていきます。旅客列車が走らない支線とはいえ、上空にはしっかりと架線が張られています。秩父鉄道の路線は本線はもちろん、この三ヶ尻線も含め全線で電化されています。現在三ヶ尻線と呼ばれているこの路線は、1962年に竹川駅と当時の秩父セメント熊谷工場を結ぶ工場の専用線として開通しました。その後専用線の線路を転用する形で、1979年に秩父鉄道の三ヶ尻線として開業しました。それにしても、なぜ一体専用線が秩父鉄道の支線になったのでしょうか。探索を続けながらその答えを見つけましょう。さらに進むと、線路はこの先比較的大きな道路と並行して敷かれ、小さな踏切が多数設置されています。途中にある踏切から竹川駅方向を見ています。線路は比較的単調で、まっすぐこの踏切まで伸びています。周囲には工場や民家、畑が点在しており、のどかな雰囲気です。さらに歩くと、線路際に立つ1キロポストと信号機が見えてきました。この路線の末端部はもうすぐそこのようです。そしてこの辺りまで来ると、これまでののどかな景色から一変し、周囲は工場地帯になります。信号機には場内ではなく鉱石の文字が書かれており、特殊な路線であることがわかります。工場地帯の奥まで来ると、ダンプからこぼれ落ちた砂や砂利で車が通るたびに砂ぼこりが舞います。踏切上にも散らばる砂や砂利は、まさに貨物路線の末端部の雰囲気です。申し遅れましたが、三ヶ尻線は秩父鉄道が運行する貨物路線です。ここまで途中分岐などすることなく単線で続いていた線路ですが、踏切の先で線路が2本に分かれています。しかし右側の線路には草が生え、ここ最近車両が入線した様子がありません。左右の線路は一体どんな違いがあるんでしょうか。近くで見ても、先ほどお伝えした右側、ここでいう手前側の線路はレールが錆び、草が生えていることから、やはり使われている形跡がありません。そしてこの踏切から先は
2本の線路の間にもう1本線路が加わっています。3本の線路はその先にも続いています。しかしここまで来ても使われている線路は一番左側のみで、真ん中と右側の線路は使われていないようです。先ほどこの路線はかつて 7.6 キロあったものが 3.9 キロに短縮されたとお伝えしました。実はこの先に続くおおよそ半分は2020年末に廃線になっています。草の生えた右側の線路はその先が廃線になったことにより現在は使われていないようです。さらに歩くとこの路線にある最後の踏切が見えてきました。踏切の奥にはさらに多くの線路が広がっています。そしてここが現在の三ヶ尻線の起点であり、末端部の三ヶ尻駅です。この路線に途中駅はなく、ここ三ヶ尻駅と竹川駅の2駅のみが存在しています。駅構内の上部には上越・北陸新幹線が通っています。実はこの新幹線の開通こそがこの路線が専用線から三ヶ尻線へと変わった大きな理由です。三ヶ尻駅はとても広大で、地方私鉄の貨物駅とは思えないほど大規模な駅です。駅構内は向かって左側の太平洋セメント熊谷工場へと続く専用線と、右側の複数の側線を持つヤードから成り立ちます。そして現在ここにやってくる貨物列車は全て秩父鉄道線内で完結する列車のみ。貨物列車は秩父鉄道線内のどこからやってくるんでしょうか。後で見に行きましょう。左側の太平洋セメント熊谷工場へとつながる線路は現役ですが、右側のヤードの方は線路に草が生え、入れ替え標識も消灯していることから現在は使われていないようです。そしてヤードの先にはかつてさらに線路が伸び、その先にある JR 高崎線との接続駅、熊谷貨物ターミナル駅まで線路が続いていました。しかしこの先に続いていた熊谷貨物ターミナル駅までの線路は2020年末に廃線になっています。三ヶ尻駅は外から観察することがほとんどできませんが、この塀の部分であれば手を伸ばせば中が見えそうです。ちょっと失礼して中を覗かせていただきました。やはりヤード側は使われていないどころか、一部の線路はごっそりと撤去されているようです。路線の短縮によって巨大な貨物駅も大きな変化を見せ始めています。三ヶ尻駅の周辺をさらに歩いて、2020年末まで使われていた廃線部分を少しだけ見てみましょう。正面に見えてきた錆びた赤いガードは三ヶ尻駅の引き上げ線です。熊谷貨物ターミナル駅へと続いていた線路は途中までこの引き上げ線と並行していました。かつては引き上げ線の手前のこの場所にもガードがあり、その上に三ヶ尻線の線路が敷かれていました。そして赤く錆びたこのガードに、この路線が三ヶ尻線となる前の専用線時代の面影が残っています。ガードに貼られた銘板を見ると、この橋が1964年に現在の太平洋セメントの前身となる秩父セメントの依頼によって設置されたことがわかります。三ヶ尻線の前身となる専用線は竹川三ヶ尻間が1962年に開通、三ヶ尻籠原間が2年後の1964年に開通しています。1979年に三ヶ尻線が開業する前からこの路線が存在していたことを示す貴重な銘板です。ガードの近くには廃線の方向に向けた三ヶ尻駅の場内信号機が残っていました。信号機は消灯しており、少し寂しい雰囲気です。今も残る引き上げ線は比較的長い距離敷かれています。どこまで続いているのか見に行ってみましょう。引き上げ線はその先で県道47号線を横断します。比較的交通量の多い道路にかかるガードは強い存在感を放ちます。さらにかつての三ヶ尻線の線路沿いを歩くと、ここで引き上げ線も途切れており、三ヶ尻線の線路もこの先も全てきれいに撤去されています。しかし工場の専用線として敷設された線路がなぜ三ヶ尻線という秩父鉄道の貨物路線になったのでしょうか。2020年に三ヶ尻熊谷貨物ターミナル間が廃止される前はこんな感じで線路がつながり、三ヶ尻線は秩父鉄道の本線と JR 高崎線をつないでいました。しかし以前は高崎線との接続部分の線形に
大きな違いがありました。高崎線との合流部分を拡大して航空写真で見てみましょう。三ヶ尻線は高崎線の大宮方面にカーブし合流。その先にある熊谷貨物ターミナル駅につながっていました。ただしこれは1979年に三ヶ尻線として開業してからの話。それより前、専用線時代は線形が大きく違っていました。高崎線との合流部分をさらに拡大し時代を遡ります。1960年代まで遡ると廃止直前の三ヶ尻線とは線形が大きく異なり、当時の専用線は高崎方面にカーブし高崎線と合流していたことがわかります。改めてこちらが2020年の三ヶ尻線廃止直前、こちらが専用線時代です。合流部分の線形が大きく変わっているのがよくわかります。そして高崎線との合流後、専用線が続いていた先は線路が合流したすぐ先にある当時の国鉄籠原駅です。かつての籠原駅では専用線からの貨車の受け渡しが行われていました。では一体なぜ合流部分の線路の方向が大きく変わり、三ヶ尻線の終端部が籠原駅から熊谷貨物ターミナル駅に変わったのでしょうか。今度は熊谷貨物ターミナル駅を拡大し時代を遡ってみましょう。こちらが現在の熊谷貨物ターミナル駅。熊谷駅と籠原駅の間に存在するこの駅はとても広大で立派な貨物駅です。しかし三ヶ尻線が専用線だった時代、この駅がどんな姿をしていたのか見てみると、なんと当時はまだこの駅は存在していませんでした。では当時秩父鉄道と国鉄はどのようにして貨車の受け渡しを行っていたのでしょうか。当時の三ヶ尻線はあくまでも秩父セメントの専用線、秩父セメントに関係する以外の貨物列車は走行できません。場所は変わって1960年代の熊谷駅です。当時この駅には貨物ヤードも併設され、熊谷貨物ターミナル開業前の秩父鉄道と国鉄の貨車の受け渡しはここで行われていました。その後この場所に新幹線が通ることになり、用地確保のため貨物ヤードは撤去されました。しかし貨物駅の機能はどこかに確保しなければなりません。そこで開設されたのがあの熊谷貨物ターミナル駅です。しかし熊谷貨物ターミナル駅は秩父鉄道の本線から離れた場所に設けられる計画となったため、両社間の貨車の受け渡しができなくなってしまいます。そこですでに物理的に線路がつながっていた秩父セメントの専用線を秩父鉄道の貨物線として転用することで、秩父鉄道と国鉄の貨車の受け渡しの問題を解消。こうして三ヶ尻線が誕生しました。その後時代が変わり、貨物輸送の減少や設備の老朽化などから三ヶ尻線の三ヶ尻熊谷貨物ターミナル間は廃止となり、 JR との接続路線としての役割は終わりを迎えました。三ヶ尻熊谷貨物ターミナル間が廃止される前は全国各地に向けてセメント輸送の貨物列車が運行されていましたが、徐々にトラック輸送に転換され2006年に運行終了。末期は鶴見線扇町駅発の秩父鉄道線内行きの石炭輸送の貨物列車が運行されていましたが、それも2020年に運行が終了したことにより三ヶ尻線もほぼ同時に廃止となりました。しかし秩父鉄道と JR は今もまだ別の場所で線路がつながっています。再び電車に乗って JR との接続部分を見に行きましょう。電車は2018年に新規開業した秩父鉄道では最も新しい駅、深谷花園駅に到着です。大規模なアウトレットモールの開業に伴い設置されたこの駅は、ホームは広く、自動改札機も設置され、SL パレオエクスプレス号も停車するほど、大きな期待がかけられた駅です。深谷花園駅を出ると次は、ドアの上の表示がちょっと怖いということで有名な、お前田駅に停車します。確かに、カタカナ表示になると、次はお前だ、みたいに、なんだか悪者に襲われそうで怖いですよね。しばらく走行すると進行方向右側から再び線路が合流してきます。合流してきた線路は JR 八高線の線路です。線路はこの先にある寄居駅まで1キロほど並行して敷かれています。寄居駅の先には八高線に関連する
不思議な踏切があるので、電車を降りてその踏切を見に行きましょう。そして間もなく寄居駅といったところで、線路は一気に複数に分かれ始めます。秩父鉄道の旅客ホームは一面二線ですが、それ以外にも多数の側線が広がり始めます。またここでは、右側の JR 八高線に加え、左側に東武東上線も合流してきます。寄居駅に降りました。この駅は秩父鉄道のほか、JR 八高線、東武東上線が乗り入れ、各路線の乗り換え駅になっています。そして現在、秩父鉄道と JR の線路がつながっている唯一の場所が、この寄居駅です。この駅では、東武東上線の線路も秩父鉄道の線路とつながっており、構内はかなり複雑な配線になっています。現在一部を除いて、これらの側線に列車が入線することは稀なようです。3社の路線が乗り入れるこの駅では、3種類の券売機が横一列に並び、まるで券売機の博物館のようです。線路沿いを歩いて、寄居駅の三峰口方にある、ちょっと不思議な踏切を見に行きましょう。ちなみに一番手前の線路が八高線、奥が秩父鉄道の線路です。八高線の線路は、この先秩父鉄道の線路をアンダーパスでくぐり抜けるため、徐々に下り勾配になり、窪地を通ります。そして正面には、八高線の線路を越える小さな橋が見えてきました。橋の上からは、秩父鉄道の線路と八高線の線路が交差する部分が見えます。ちなみにこれは2回目の取材で、この日は貨物列車の運行が再開されていました。橋を渡って秩父鉄道の線路の方向に向かうと、踏切が見えてきました。そしてこの踏切こそが、先ほどお伝えした、ちょっと不思議な踏切です。踏切には3本の線路が通り、真ん中の線路を秩父鉄道の車両が通ります。手前と奥の線路は日常的に車両が通ることはありません。一体何のために敷かれた線路なんでしょうか。踏切を渡った先から寄居駅の方向を見ています。確かに3本の線路がこちらに向かって伸びていますが、線路の両側には草が生え、ほとんど使われている様子がありません。特に一番奥の線路に至っては、線路が完全に草で覆われています。使用頻度が低そうな2本の線路が続く先を見てみると、線路は踏切の少し先で途切れており、どこかに続いているというわけではないようです。実は両側2本の線路は、一番奥の線路が秩父鉄道と JR 八高線を結ぶ引き上げ線、一番手前の線路が秩父鉄道と東武東上線を結ぶ引き上げ線になっています。これはかなり簡略化した寄居駅の配線図です。実際はもっとかなり複雑です。僕は今、この踏切のところにいます。秩父鉄道と両社の線路を行き来する車両は、こんな感じで、この踏切に伸びる引き上げ線を使用し、他社路線へと入線することが可能です。ただ八高線に関しては、この辺にも分岐器や側線があり、その線路を介して車両が行き来することも可能なようです。つまりこの踏切には、まれながら一番手前側の線路に JR の車両が、一番奥の線路に東武鉄道の車両がやってくることもあるというわけです。そのためか、手前側の警報器に取り付けられた緊急連絡先を見てみると、八高線、より中道踏切と記載されており、手前側の踏切設備は JR が管理しているようです。この線路は JR の所有なんでしょうか。複雑な配線ゆえ、敷地の境界がよくわかりません。寄居駅の三峰口方にあるこの踏切は、一部を JR が管理しているにもかかわらず、JR の車両がほとんど来ることのない不思議な踏切でした。さらに三峰口方面行きの電車に乗車し、次に降りたのは大野原駅です。この駅からは、線路自体はすでに廃線となっていますが、ある場所に続く高架橋が残っています。駅を出て、高架橋が続く先に行ってみましょう。駅を出て、線路沿いを熊谷方向に向かって少し歩くと、目の前に立派な高架橋が見えてきました。どうやらかつては、この右側の築堤の上に線路が敷かれていたようです。線路が敷かれていたところは、この場所で築堤からコンクリートの高架橋に変わっています。ガードの向こう側には、秩父鉄道本線の踏切があります。どうやらこの高架線に敷かれていた線路は、大野原駅から伸びる側線だったようです。引き続き、
この側線をたどりましょう。この小さなガードには昭和30年に設置されたことを示す銘板が取り付けられていました。大野原駅の開業は1914年ですが、この側線はその約40年後に敷設されたようです。この先は立派なコンクリートの高架橋が続いています。一体どこに続いているんでしょうか。廃線の高架橋は緩やかに左カーブしながら続いています。途中にある看板には太平洋セメントの文字があり、この高架橋の所有は秩父鉄道ではなく太平洋セメントなのかもしれません。住宅地の中に静かにそびえ立つ立派なコンクリートの高架橋はかなり存在感があります。さらに高架橋沿いを歩くと、高架橋は大野原駅から約800メートルほどの道路を越えるところで一旦途切れています。少なくとも2015年頃まではここにも橋がかかっていましたが、老朽化のためか撤去されたようです。道路を越えた先で高架橋はさらに続きます。高架橋の上にも草が生え、廃止から長い年月が経っていることが伺い知れます。高架橋はこの先もしばらく続きますが、この先は工場の敷地内なので、高架橋沿いをたどれるのはここまでです。この先に何があるのか、引き続き探索しましょう。高架橋は本線とほぼ平行して敷かれているため、すぐ近くには本線上にある踏切があります。全線単線のこの路線ですが、この踏切付近では本線の他に側線が2本敷かれています。そして熊谷方を見ると、何やら広大な敷地が広がっています。広大な敷地の中には複数の側線が敷かれています。ここには太平洋セメントの秩父工場があり、群馬県にある加納山鉱山から産出された石灰石をこの場所で貨車に積み込みます。ここまで辿ってきた高架線もこの工場につながっています。ここで一つ気になるのは、この場所は埼玉県秩父市、石灰石が産出される鉱山があるのは群馬県神流町。この場所から直線でも20キロ以上離れています。一体どうやってここまで石灰石を運んでくるのでしょうか。改めまして、この場所は武州原谷という秩父鉄道の貨物駅です。秩父鉄道の貨物列車はここで石灰石の積み込みを行い、先ほど見学した三ヶ尻駅へと運ばれ、太平洋セメント熊谷工場にてセメントの原材料などとして使われます。つまり武州原谷駅は貨物列車に荷物を積む場所、三ヶ尻駅は運んできた荷物を下ろす場所です。そして秩父鉄道線内にはもう一箇所荷物となる石灰石を積む場所があります。そこもまた後ほど見に行きましょう。駅構内には多数の側線が敷かれ、こちらも三ヶ尻駅と同様、地方私鉄の貨物駅とは思えないほどとても大規模な駅です。奥の方には秩父鉄道ではなく太平洋セメントが所有する車両が止まっています。まずは倉庫として使われていると思われる貨車、次に北海道室蘭市にある製油所から来た DD512、 にそしてスイッチャーと並びます。秩父セメントの車両が並ぶその奥には石灰石を積み込むホッパー、その横に200船、さらにその横に着発船、一番右に本線と並びます。200線にはホームのようなものがありますが、こちらはかつて袋詰めされたセメントを積み込む場所として使われていました。駅の周辺には鉄道ニュースと書かれた小さな箱が置かれています。場所柄おそらく鉄道ファンに向け秩父鉄道が置いたものかと思われますが、中には何もありませんでした。話題は少し戻って、ここから20キロ以上離れた群馬県内の鉱山からどのようにしてこの場所まで石灰石を運んでいるのかについてです。群馬県の加納山鉱山からここまで石灰石を運んでくるのは約23キロほど続くベルトコンベアです。まさか群馬県からここまでベルトコンベアが続いているとは思いませんでした。ベルトコンベアはほとんど地中を通り、地上でその姿を見られる場所はほんの一部のようです。貨物ヤードも広大ですごいですが、この設備もまた本当にすごいです。再び電車に乗って最後にやってきたのが影森駅です。この駅の近くには山奥に続く謎の線路が存在しています。線路の末端部はどうなっているのか、何があるのか見に行きましょう。
影森駅にもまた複数の側線があり、旅客車両のほか貨車も留置されています。影森駅から三峰口方面に歩いて最初にある小さな踏切にやってきました。この踏切には影森駅から3本の線路が続いています。しかしこれらの線路は単なる側線ではありません。踏切から三峰口方面を見ています。一番右側の線路は本線ですが、真ん中と左側の線路もその先に続いています。そして真ん中と左側の線路には名前が付けられています。真ん中の線路が武功線、左側の線路が箕輪線です。それぞれの線路はどこに続いているんでしょうか。踏切を渡った先にはかつて使われていたと思われる踏切小屋が残っていました。踏切小屋の窓から中を覗くと、そこには当時の時刻表が貼られていました。時刻表には平成6年12月7日改定と書かれています。今からおよそ30年前の時刻表です。さらに歩いて影森駅から2つ目の踏切にやってきました。影森駅付近では本線含め3本の線路が続いていましたが、ここでは線路が2本だけになっています。どうやら真ん中に敷かれていた武功線は途中で途切れているようです。よく見るとここに少しだけ線路が残り、踏切の渡り板にも線路が撤去され、アスファルトで埋められた跡があります。武功線はかつてこの先しばらく本線と並行する形で線路が敷かれ、武功駅という貨物駅まで線路が続いていました。しかし残念ながら武功線は1984年に廃止となり、現在この先の線路はほとんど撤去され、線路跡地の一部はハイキングコースになっています。武功線は残念ながら廃線となっていましたが、こちらにある箕輪線は影森駅の郊外側線として今もまだ現役です。線路は急な上り勾配で山の中へと続いています。箕輪線と並行する道路を歩いて坂の上までやってきました。ここまで来ると箕輪線と本線にはかなりの高低差がついていることがわかります。それだけこの箕輪線の線路が山を登っているということです。振り返ると先ほどまでいた影森駅を見下ろす光景が広がっていました。坂を登った先には箕輪線の線路を横断する小さな第4種踏切があり、その先には本線を越える小さな橋があります。踏切からここまで辿ってきた箕輪線の線路を見ると、線路はカーブしながら急な勾配になっているのがよくわかります。箕輪線はその先も大きくカーブし、本線が進む方向とは全く別な方向に伸びています。この先線路は木々が生い茂った暗い山の奥へと続いています。さらに線路沿いを歩くと周囲には民家もなくなり、人気は全くありません。まるで森の中の廃線を探索しているような錯覚に陥るほど周囲は静寂に包まれています。山奥へと続くこの箕輪線はしっかりと電化されており、上空には架線が張られています。ちなみにここに来る車両は貨物列車のみ、旅客列車が来ることはありません。この線路は貨物線というわけです。さらに歩くと道路の行き止まりが見えてきました。そしてその先には工場のような建物があり、箕輪線の線路はそこに続いています。箕輪線の線路は影森駅から約1キロほど続き、この場所が終端部になっています。短い距離ではありますが、その間に周囲の景色は住宅地から山の中に変わっています。この場所は太平洋セメントの箕輪工業所です。近くには箕輪鉱山があり、そこから産出された石灰石をこの場所で貨車に積み込み、三ヶ尻駅へと輸送されます。山奥に続く謎の線路は秩父鉄道にあるもう一箇所の石灰石の積み込み場所につながっていました。ということで今回は秩父鉄道の貨物線、三ヶ尻線と郊外側線の箕輪線の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。それではまた。